はいえー、と前回の放送ではあのー、皆さん、お便りくださいということで、えー、ポストカードのプレゼントをさせていただいたんですけども、まあ、あの時、ね、あの実際は 3, 人3名様と言ってたんですけどあのたくさんのお便りいただきまして、えーまあ、3名様以上の方にあの多分お手元に、えー、届,もう届いていくると思うんですけども、はい、あのそのお便りいただいた中からいくつかをちょっと紹介したいと思います。はいはい えー、3人の昼間の喫茶店のおしゃべり的な内容もとてもいいです喫茶店で横の席の話を聞いているような感じになりますただ、もみじの天ぷらの話とか思わずプッと吹いてしまうようなお話もあるので本当に喫茶店だったら大変ですがいつも素敵なジュミーの口から出る笑える言葉に癒されます。もう一つ いいは,はい、えー、神奈川県横浜市の方からいただきましたラジオ復活とっても嬉しいです終始とてもリラックスした雰囲気での喫茶店トーク楽しませていただきました普段ライズに足を運んで 演奏を聴いてめちゃめちゃ楽しいのはもちろんですがこういったラジオや SNS などでジミーさんの音楽や音楽以外の関心について知る場を持てるのはファンには嬉しい機会です。まあねあのー、さっっきも言ったようにですね、はい こう鳥がさ二時三時なので昼のちょっとまだねこう頭の回転がね違うモードなんだよね。俺ね結構夜になると喋るのよね。昼間はんま喋らんですね。うんまあなのでこう雰囲気がさこう喫茶店とかねそスーパーになっちゃうんだよ多分本当はもっとねあのいろいろ支障があるんだけどね頭回りませんわ。まあでもあの喜んでいただいてるね感想をたくさんいただきましてはい。 で、他にもいくつかね。そしてちょっと面白いお便りをいただいております。それから、プレゼント応募のキーワードセルシーの語源を調べましたので報告します。あ、なるほど。なるほど。はいはい。偶然ですが、職場に元セルシー、職員、ローラースケートリンクやボーリング場勤務だった同僚がおります。<ー>その同僚に質問したところ。おうおう えー、株式会社千里レジャーセンターの略称ではないかとのことでしたがほうほうセルシーの Y がはてなという曖昧な回答でしたああちなみにちなみにネットで調査したところ千里、はい、エレガントレジャーセンター for you 無力という説を見つけましたが、Y が for U だと、for U っていうのがいいよね。for U の U なわけですね。なるほど。私はこの謎めいたセルシーという響きになぜか魅了されてしまいました。はいはい。なんかセルシーいいんだよな。なんでだろうね。セルシーすごい情報をいただきました。いや調べていただいてありがとうございます。ありがとうございます。俺もあの先々日だっけこの間ねあの。 前回のライジオの時だったかな、はい、セルシーの前に行って、えー、じーっと見てたもんね、えー、セルシー、ああ、セルシーって、<laughs> これ取り壊せる<の>取り壊されるのかなと思って、もうね、入れなくなっちゃって、こう、咲くされてましたけどね<ー>、はいえー。で、その時にですね、まあ、こういうあの感想のお便りもたくさんいただいたんですけども、えー、ジミーのお悩み相談コーナーと。 ということで、ね。おないなはい。お悩み相談もちょっとたくさんいただいておりまして。俺俺が俺のお悩み相談みたいなもんやね。え,え,え？俺の悩みを聞いてくれみたいな。あ <laughs>、逆かって。逆逆です。それ逆なので、あの人民さんにお悩みを、はいえー、聞いていただくということで。は悩みを回答していただきましょう。はい。では一つ目のお悩みは。 えー、お悩み相談としては久しぶりにギターを弾こうと思っていたら全然指が動かなくなってました高校時代は早弾きのピッキングもできてたんですけどね長年サボってると年とうのうともに右脳と左脳と指の動きがバラバラですジミーさんまずは何から練習したらいいでしょうかはあなるほどなるほど。 これはギタリストチックな多分ねあのギタリストでもベースでもドラムでも一緒だと思うんですけど筋力っていうかさなんかいろんな筋とかああいうのねやっぱストレッチ効果がさ鈍ると思うんだよ引かないというかストレッチした方がいいと思う普段使わない筋肉を動かすだけだから俺でもね1週間ぐらいね引かないとね やっっぱちょっとこういろんなことができなくなってう感覚がこう鈍るんだよねうん、うん、伝達っていうかこうしたいんだけど思うようにいかないみたいなね1週間だとも結構それを取り戻すのに、はいろいろ好きなこと聞けばいいんだけど、はい、30分か1時間ぐらい。 そこで指のストレッチング的なことも含めてこう感覚を戻していくということなんですかね。うねうん、例えばね指でもそ、まあ、走ることでもさ泳ぐことでも何でもそうだと思うけど、はい、時間が経つとさ、はい、感覚がこう来ないよね、はい、オンタイムでなんかねそんな単純なことだと思うんですけどね。な、はい、なので、まあまあ、好きなことを引いてりゃ こう時間ととともに戻ると思いますよ高校時代にできていたということはそこから何十年たったとしてもそうやってもう一回訓練すればできるなるそこまで開けたことはないんだけどね、はいはい、よく開けて俺は一月ぐらいかなそういうことが30代の時あったけどね、はい、今やその一月ギター弾かないっていことはありえないけどねでもまあ弾いてりゃどんどんこう習慣化すると戻ってくると思うんだけど今自分的にはこう。 1日、2日弾かないとやっぱりちょっと意識するかな戻らないっていうか30分、1時間頑張って弾かないとこう戻らないぐらいだからまあえっと,ということはこの方が元に戻ろうとするともうよっぽど毎日と言うと,うといや毎日って好きなときなるべく弾けば勝手に自然に戻るんじゃないですか <laughs> 何十年弾こうと思わなかったところに問題があるんじゃないですか。<laughs> <laughs> うん、いやそれはねあの多分仕事とかね子育てとかねやっぱり皆さんいろいろあったと思うんですよ。だからそれを今からこの練習する時間をいかに確保するかですよね。ね俺もねさっき言った三十30代の時はねギター全然興味なくて、うん、興味なかったですねんか他のね違うことにどんどんあの好奇心があって、えーうん、もう家,に家の中のギターはねもう何十分とあったっけど。 ですけど全部弦錆びててねほこりかぶっててね来る人がさあのギター弾いてない,です弾いてるんですかって <laughs> <laughs>、はい、大丈夫ですかとそれぐらいひどかった時期があったけど、はいうん、まあ,あの本気でまたすあの弾きたくなった時期がまたその後あってそうすると戻,戻ると思うんだよね。 そうですね。あのー、前回の、えー、二子玉川でやった時もね、あのー、そういう年代の方々も多かったような気も、気がしますけどね。皆さん、んバシバシ引いてますもんね。んはい、全然ね、やったら、はい、戻ると思いますね。ぜひ頑張って、次回のセッションに来てください。いや、別に、そこまで無理せんで。いけどいやいや、ぜひ来てくださいね。<laughs> はい。えー、っと、じゃ、あ続きまして、別のお悩み相談を。いきましょうか。 はいそして、えー、お悩み相談二個目のお悩み相談はキスの選考申し込みをしました当選するかわかりませんがもし当選したらどのようにキスを楽しめばよろしいでしょうか <laughs> これ悩みかいなこれ <laughs> うん <laughs> 悩みってライブ行かないからなあ、キスのあれですね最後の来日と言われているキスのライブに申し込んだともし当選したらどのようにキスを楽しめばよろしいでしょうか <laughs> そんな俺が答えんのもいいんじゃないの別に <laughs> どうなんそれってこれ聞かれてもねなんかアドバイスまああのしてあげていただければいや好きなアーティストを見に行ってあの好きなねその楽しみ方っていうかリンクのさせ,させ方で見て、はいね、いいんじゃないですか、まあ、まあ余談ですけど俺はあの前に昔なんだけどね結構、はい、俺あんまり行かないのライブ本当にはいはい,はい,はい、はい、あの な,なんで行かないかってまたいつかこうあ機会があったら説明しますけどね、うん、なんかね分かんないんだよな、ね、あのえっとあのそうそうエア,エアロスミスをね、はい、東京ドームに見えたことがあってかなり前あります、ね、はい、うん、であのその頃のエアロスミスっていうのは、はい 割とこうハリウッドテイストっていうかさ、なってるんだよね、俺の言い方で言うと、悪いね映画のテーマ曲とかね。いいんですよ、俺はスティーブン・タイラに関して言うと、本当に人としてね、すごく好きなんですよ、スティーブン・タイラーって。 えと別にあったからとかそんなこととかそういうことじゃなくってもう好きなんですよ分かるわけいろいろその人がね、うん、で、まあ、それでもやっぱり俺はあのロックスとかドローザラインとかそのもっと昔の下、え、品時代じゃないプ、ね、ロデューサー誰だっけジャック・ダグラスかの時代のあの手の、はい。はい 曲をきたたかっのあなたの曲によ俺反応するんだけど他の曲いやいやだってまんべんなくやるじゃないヒット曲っていうのだからねそういう曲には反応するんだけどまあ新しめの曲は当時のね下品時代の曲とかそういうのはまあまあなんだよね正直なところね。いやかりますで自分の好きなアーティストの楽しみ方っていうのは。 割とあれじゃない、こう自分の思い入れっていうか、うんもちろんその時代のね、はいうん、そのいい時代をこう、うん、振り返る感じで、自分を映す感じじゃない、アーティストを通してね、そうですね。で、まあそれが心地いいんだよね、ね本当はね。だから。 まあ言い過ぎかも分かんないけど、うん、やっぱ年いいったたアーティスト見たくないんだよ <laughs> <laughs> あ。あ当時の思い入れからすると違うことになっちゃってるか、うん、だから俺ジミー・ベージも好きだし、まあ、いろんなギタリスト好きなんだけど、えーえー、でも違うあの同じ人なんだけど年いってるじゃん。 そそれれはなんですもあえて別にねそれは別の人を見るわけでその年代別で言うと今のジミー・ペイジを見るわけでわかりまますそれは嫌だって言ったわけじゃないんだよでも別なんでだから俺の中ではもう完結しててさらにもっと言うといろんなアーティストのね好きな当時の憧れてたいろんな人尊敬してた人とみんな会いたがるじゃん。 周りの知っているミュージシャンとか仲間とか誰かに会いたいからライブで会わせてもらったとか雑誌を通して取材とか対談とかね俺もそういう意識した時代が20代の時あったんですけどその時にゲイリー・ムーアとかジョン・サイクスとかね 会わせてもらったりとか対談もさせてもらったりしたんだけどね、ええはい、となんかね30代以降ね、はいはい、なんか別に会う必要ないかなっていうかあのねちょっとねあの変なんだけどね例えばねジミー・ペイジとかさリッチ・ブラック・マーでもいいし当時ね好きだったギタリストとか、はい、まあ有名どころとかさ、はい、会えたら絶対面白いと思うんだよ、はい、あのスティーブ・ルカサーとかもさちょっとそれはあの、まあ、友達関係であったんだけど。はい えとまあ、いろんな人とプロで対面したことあるんだけどね紹介してもらったりね、えーえー、でも例えばそのさっき言ったジミー・ページでもいいし、はいえー、リッチ・ブラコマでもいいんだけど、はい、もうねあの俺,俺は若いというから影響を受けて。はい こう感化されてて自分のもののもになってるのねその人たちのやってきたその技術とか感性がねもうそれで十分なんですよ。十分ありがたいんでみたいな。いやいやあの偶然なんかそういう機会があればそれはもちろんあの嬉しいですけどなんかねどうしてもこう実物を見てっていうような欲求がない,ないのでだからそのさっきのイアロス・スミスも。 にも話戻るんだけどもう一回見たらいいんだよもそういう気持ちがあるから、はい、俺は今あの自分のバンドやってて、うん、こう <laughs> <laughs> まあ自分のバンドではリピートしてほしいんだけどね <laughs>、はい、いやいやそ,うそれとまた <laughs> うん、うん、やっぱりジミーさんは自分がアーティストなんで対アーティストに対して多分そういうことだと思うんですけどなんかねそのね、うん、やっぱり出会いっていうのはね俺ねこう一生懸命その追い求めてこう 辿り着く出会いもあるとは思うのね。ま、はい、それもあるんだよ。だ例えばジョンサイクスなんかまさにそうだそうで、はい、す。ごい好きだったのね。ジョンサイクス。うん、はいはい、本当好きだったんだよ。うん、あの会ってみたいと思った。ええ、うん。でもその会ってみたいっていうアーティストとまたそうではなくって、うん、こう。自分の中のこうまあ、イメージっていうかさ、はい、こう、はい、そこを大事にしておきたい。だからゲイリムーアムにしてもね。あの俺にとっては先生なんですよ。ええええ、うん。 でも実際会うとさやっぱりその人のコンディションもあるしさ、はいはい、いろいろあるじゃない、はいうん、その時のだからちょっとイメージがいい意味でも悪い意味でも変わるんだよね分かります、うん、だったら会わない方がいいんだいや会わない方がいいじゃなくて,なくて無理して会うこともないだろう,っててうだで偶然なんかでこう仕事とかあるいはなんかね、まあ、あの、はい なんとなくこうあったりするす、ね、場合はそれが自然かなと思うわけ。そ,うですね、それもしくは本当に強力にもうあの、はい、自分の、えー、っと情熱かけて、はい、この人とは一回会わなきゃ、うん、気が済まないっていうんだったらやればいいと思う、ね。わかりましはい。うん、で何の話だっけ。<laughs> えっとそうですね。まあこの人のあのー、悩み相談とはちょっと違う答えだったかもしれませんが。だから,かだからあのー。 そういう意味ではもし当選したらどのようにキスを楽しめばよろしいでしょうかということはやっぱりあれですねそのキスの音楽に思い入れを持って接しすればいいとまあ自分のイメージで望めばいいんじゃないですかねそうですよねはいそう思います44マグナムもそれで来てくださいみたいなそうですその通りです何であの曲せえへんねとか言われますけどね確かに当選したらぜひ楽しんでまたお便りくださいませどんどん行こうよ えっとはい、えー、次の相談はラジオネーム癒し系ドライバー様よりいただきました「うん、数年前好きだった人をなかなか忘れることができません」ほ<う>「既婚なので答えは出ているのですが気持ちの持ちようのご指導をよろしくお願いします」ほら来ましたよジミーさん。 ほら来ましたけど別に得意じゃないですよいやいや恋愛相談来ましたよで恋愛ってだってさ大人の恋愛やんこれそうですね既婚なので答えは出ているということは<ー>もう既婚なのでその人に手を出すつもりはありませんと手を出すってそういうことなの好きだっていうことは、まあ、そういうお付き合いしてたってことだろうか、うん、お付き合いしてたのか一方的な憧れだったのかは分からないんですがだからそこが問題じゃないの そそ<ー>そうかそうかかかれによっってちょっと変わりますか、うん、答えはだから分かります、ね、<laughs> とはいえあの数年前好きだった人をなかなか忘れることができませんとこれをどういうふうに気持ちを持てばいいか、ね、ご指導をよろしくお願いしますいや俺ご指導ってそうですね数年前好きだなあんた好きだったら触ればいいじゃんみたいなことだよね 好きだったら行けとと <laughs> さんとしてはもう別に我慢する必要はないんじゃないかと。ちょっと待って、ちょっともう一度、今のちょっと待って、ね、今、<ー>花店中古センターみたいなったから、<laughs> はい、今の花店中古センターえー、っとね、ああ、えっとね、はい、まあ一応、会って話したほうがいいんじゃないですか。これでも、会って話し,しちゃうと、<laughs> そっち側にまた不完にはまってきますよ、ね、かどっちかだよね。 そうしたら既婚なのでそういうことはしたくないとこの方は多分思っていたそうかじゃあそのままゃがいいんじゃないですかあの多分ね、うんうん、こう実際ねその触れて、はい、こうちゃんと付き合うとはちゃんととかもあかある意味そういう接点があって慣れ親しんでくると、はい、それはそういうことでしょだからあのそこでこう、はい、食い止めて自分で制御して。はいはい 自分の中であの人のこと好きやなと思ってるのもそれはそれでいいんじゃないの、うん、えー、それはあれですかその数年前好きだった人ともう一回会ったほうがいいといや別にどっちでもいいんじゃないの会わないっていうのもあるじゃないのあ、うん、あでも夢は困らないからね夢つうかそうそう会わずに美しいままずっとこう思い続けるしまっとくのもいいんじゃないですかだってさ例えばもう一度会ってで一緒にねこう まあ付き合うようになって一緒に生活も一緒になるとさ、うん、まあ別にあ,あこんなもんかと思うこともあるかもよ、うん、大体こんなもんかなんだけどね人同士はね絶対にそれはそれなんだけどさそれは別に悪いことはないこの方のお悩みは多分それを思い続けることはできるんだけども多分それを思い続けてるとふっと横見たら嫁はんがおるわけですよちょっと待ってそれ自分,自分が書いたんちゃう何それ <laughs> そう、なに、マコリンが書いたんちゃうな、ま、ばれた。え、まじで。そんなやめようよ。違います。マコリンがいてないんですけど。そらくですよ。恐らくこの方は、あマコリンはすぐわかるわけだね。理解。思い続けることはできるけども。思い続けて。る当たり。苦しいんだと。多分、この。じゃ、マコリンが答えてやんね、それ。うん、これは難しいですよね。 一緒に考えようか基本なので答えは出ているってこの方書かれてるんですじゃあもうそれでいいじゃんいや逆に言うと別にこれって答えを出す必要はないんじゃないですかだろ人のことはそういうふうに分かるわけじゃんつまりこういう答えを出さずに一度アタックしてみるっていう手もありますよねまあそれもありだよねはいだからね物事ね途中経過までが一番本当はベストですよ途中経過がやっぱりね一番あのねえ こう解釈だからね、はい、こ,のことは、はい、さっきのさあのライブの話とちょっと、まあ、かぶるんだけど、はいそのね、好きだった頃の、はい、自分のイメージでそのアーティストのライブを見るっていうのとねその恋愛でもそうだと思うけどさやっぱり事実とさこうイメージが好きなんでしょ多分。はい、だから、はい <と>解解釈釈だよニーチェがねニーチェがねドイツの哲学者です、はい、となんかいそういうふうなことを言,言ってたっていう,う,んうん、うん、イメージだとだから人生はね事実じゃなくていえーうん,うん。と イメージっていうか解釈それは非常に当てはまるよねいろんなことにねそうかそうかいうこそはここまででかくなると話は面白くなくなっちゃうけどね自分でいいいいように解釈した方がとだからそうじゃなくてもうとことんねそれと向き合うとねもっと事実っていう方にいっちゃうんだよ多分ああなるほどなるほど事実っていうかリアルな話にいっちゃうん はい、リアルっていうかね見たままっていうかねんか途中で止める方がいいんじゃないのいやあのー、僕が一つ思うのはですねこれって答えは出ているって言ってるんですけど、えー、要はあの人間って後悔することってあるじゃないですか何かを何かを何かに対して後悔するっていう時に多分 やってから後悔するのとやらなくて後悔するのでいうとやらなくて後悔する後悔の方が大きいと思うんですよ、ねうん、でもね相手あ,ありのことだからねまあねあそ,れそれを考えて、うん、あの彼はそう言ってるわけじゃないそうかそうか、うん、その相手っていうのは自分の奥さんも含めてってこと、ね、もちろんね他者ね、はいうん、だってそう言ってるわけでしょ そういうことなのでじゃあ次の次のね <laughs> じゃああんまり消しかけちゃいけないっていうことですね結構このお便りにこだわるっていうことは割と自分とこうリンクしてる部分があるってことだよなえまあこれですかはい,いやそこはそこは、はい、<の>そこはしてくれっていうまああのはい、はい、そういうことや、はいえー、まあこういうねあの恋愛相談恋愛相談するかな頂ければあの深い話が聞けるかなと思うんですけどもはい 今回まあこういう形でえお便りいただいておりますので次回もですねあの前回ポストカードプレゼントというふうにさせていただいたんですがえ今回もまたあの前回と同じようにちょっとえ合言葉を言いますので言葉その合言葉を書いてえ感想とお悩み相談を添えてえーメールで送っていただくということでえまたお願いしたいと思います。 今回プレゼントはちょっとポストカードと変えますよね。<laughs> ジミーステッカーを差し上げたいと思います。<laughs> はい。えー、ジミーさんの特製ステッカーですね。ジミーステッカーってか。<laughs> はい。これはあの非売品なのであの販売しておりませんので。非売品？非 <laughs> 売品ではございません。<laughs> <laughs> の非売品なので、でこのミーステッカーをまた、はい、お便りいただいた方から、えー、選ばせていただいて、えー、送らせていただきますので、えー、またよろしくお願いいたします。うんはい、で、えっ、ー、と、ああいえっ、ーと,ねはい、と、ああいうこと、ああいことキーワードってか、じゃあね、さっきのね、人生は事実でなく解釈である。 えっとじゃあもう一回言ってもらっていいですか今。はい。えー、<う>人生は事実ではなく解釈である。ほう。なるほど。これは兄ちゃんの言葉。兄ちゃんの言葉ですか。兄ちゃんの言葉らしいな。兄ちゃんちゃうで。はい。姉ちゃんちゃうし。<laughs> ああ兄ちゃんじゃなくて。はい、はい。えー、っともう一回言ってもらっていいですか。人生は。人生は事実ではなく解釈である。はい。わかりました、えー。前回のセルシーよりもかなり難易度が高くなりましたけども、ええー、皆さん。<laughs> <laughs> 哲学の時間でした。はい、ぜひよろししくお願いいたしますということであの、9月の放送もですね、まあ、なんやかんやと、えー、進めてまいりましたが、えー、もう時間がなくなってきましたので。 えー、ということで、あの本日の、えー、最後の曲になるんですけども、えーまあ、今日はあのデ,ィスコの、ね、ディスコの話もするとかということで、ちょっとこう黒っぽい感じの曲をジミーさんが選んでくれたんですが、えー、これはなかなか意外な曲でございます。えー、44マグナムの、えー、先ほども話が出ましたエモーショナルカラーの中から、えー、I Can't Stop Loving You。こちらを と当時ねドナ様っていうはいそれこそディスコの女王ですよ、ね、ドナ様のレコーディングチームっていうかねアレンジャーキーボードの人とかねはははいいいエンジニアをね東京まで呼んでええ、ええ、結構割と贅沢なレコーディングをしたんですねでちょうどねホーティオマグナムのなんていうのかな割とこう皆さん生活せ生活っていうかこう、はい 近所に住んでなかったり、今もそうなんだけどね。割とちょっと環境が離れてて、デビュー当時はさ、割とこうみんなでこうすぐにこういろんな場面で集まるんだけど、合宿したりとかね。ちょうどね、それえー、っと八十何年ぐらいかな。八十八年か七年ですよね。うん<分>うんうん。そうなんですよ。で、まあ今まではあのプロデュースとかもバンドだったんですけどね、多分。で、まあちょっと人が集みんな集まらなかった。 っなんかはいはい俺、俺俺ばっかりスタジオにね行っててね <laughs>、うんえー、うんえうんえっとヨーヨーファラじゃないやどこだっけなんかねそこによく俺通ってたわ、で行って全部あのディレクションしてでまあポールは歌いに来てで俺はギター弾いてあとコーラスのあコーラスはあの スボクライさんとかね、あの踊るポンポクリの人ね。<ー>うん、はい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 。とか、ね、あの,方の方が入ってるんですか。うん、あユウちゃんはあのライブでもねいろいろサポートしてくれたんですけどね。でっとまあ何を言いたいかというと、はい、そのスタジオでずっとそのドノ、えー、サマーのチームのキーボーディストと、はい、キーボード ист ととそのエンジニアと。 あとマグナムの当時のマネージャーと大体4人で過ごしたんですよずっと。でそうそうそのドナー様のセッションに今度アメリカ来た時に何かあったら「仕事しないか?」って言われたの俺ねギター弾けって「えっ俺そんなんさんで俺が?」と思ったんだけどソロがすごくいいって褒められたね。 で、まあ、嬉しかったんですけど。はいうん、まあ、要するに、そのドナ様の。えー、えー、アレンジャーとか、そのチームの息がかかっている、うん、そういう意味では、すごく、はいうん。面白いかなと。そうですね。フォーティフォーマグナムっぽくないね。はい、あの、全然らしくないんですけどね。はい。ドナ、うん、様って、ドナ様、あんま知らないんだよね。うん、うん、どんな夏なみたいな感じでね。<laughs> どんな様なですか。<laughs> どんな、どんな夏なみたいな。<laughs> はい。はい。 えー、ではこの、えーはい、曲とともに今日はお別れしたいと思います。えー、広瀬すずしじみ、アイモファイヤー、今日、えー、もありがとうございました。えー、まだ3ヶ月後ですか、はい、？3ヶ月後にお会いしましょう。はい、さようなら、はい。さようなら。さようなら。